通して先を5ミリメートル出します。5センチメートルに切ったビニールテープを針金の先に巻きます。テープの余った部分を切り取ります。重りの内側の針金に5センチメートルに切ったビニールテープを巻いて重りの位置を固定します。同じ手順で針金の反対側にも重りを固定します。針金をまっすぐにしたまま指で支えてバランスを取ります。針金をカーブさせるように曲げ指で支えてバランスを取ります。カーブするように曲げた針金のいろいろな場所でバランスを取ります。輪の大きさに紙を切ります。切った紙を輪にセロハンテープで8箇所留めます。輪をまっすぐに指で支え重心を確認します。まっすぐに支えることができた点に印をつけます。カーブするように曲げた針金と輪を重ねます。針金も輪も同じようにバランスをとっていることを確認します。